あたしか駅は三重県熊野市あたしか町にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。一面二線の島式ホームを有する地上駅。ホームと駅舎を遮断機付きの構内踏切が結ぶ。カーブ上に位置するため、ホームは湾曲している。駅舎は開業当初からのもので、近隣の駅と異常がよく似ている。熊野市駅の管理下にある無人駅で、 駅舎内の窓口はシャッターが下ろされている。ただし、近年は、熊野大花火大会の開催日に限り、駅員が派遣され、窓口で乗車券を発売する。2番線を本線とした一線スルーの配線のため、通常は上下線とも、駅舎反対側の2番線に入る。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 アタシカ海水浴場アタシカ湾のアゼに開けたアタシカの集落内にある。国道311号に沿って熊野市自主運行バスが潮風か掘る熊野古道線を運行しており、駅前の広場にアタシカ駅前バス停が設けられている。かつて、下記にはアタシカ海水浴場への海水浴客の利用を見込み、特急南紀が当駅に臨時停車していた。 詳細は以下の通り、ありがとうございます。